セラティ杉並井上でございます。今回は L セグメントサルーンの動画特集に合わせまして、弊社のストックするクアトロポルテ SQ4 をご案内いたします。マセラティのフラッグシップサルーンとなるクアトロポルテの現行型が登場したのは2013年のことでした。全長5m27cm、全幅 1m95cm、全高 1m47cm の堂々たるボディを持つ L セグメントサルーンです。同じセグメントに属するメルセデスベンツ S600 ロングは全長 5m26cm、全幅 1m90cm ですから、クアトロポルテのサイズ感と車格がお分かりいただけると思います。さて、弊社がデモカーとして2016年に登録したこちらのクアトロポルテ SQ4 につきまして、3つのいいねをご案内させていただきます。まず最初のいいねは、ラグジュアリーでスタイリッシュなインテリアにあります。座席やダッシュボード、センターコンソール、ドアの内張りなどに使用されるのは明るめのブラウンですが、落ち着きのある非常に良い色合いだと思います。そしてそのレザーに組み合わされるラディカという天然素材のウッドも大人の雰囲気を演出しており、とても良いアクセントになっていると思います。マセラティはハンドメイドにこだわるブランドとして知られていますが、このインテリアの仕上がりをご覧いただければ必ずその良さをお分かりいただけるでしょう。こちらのお車はビアンコという白いボディです。タンレザーとのマッチングがとてもスタイリッシュで、フォーマルなスーツ姿はもちろんのこと、デニムにポロシャツなどカジュアルなスタイルでお乗りいただいても都会的でとても絵になります。2つ目のいいねは、このモデルがオンデマンド式の4輪駆動モデルであることです。最近は L セグメントサルーンの世界でもオンデマンド式 4WD がトレンドになっております。それはハイパワー化が進むこのクラスのモデルがどれほど優れた電子デバイスで制御しても後輪だけでは効率的に路面を捉えることが難しくなっていることが理由の一つとして挙げられます。クアトロポルテ SQ4 が搭載する3リッター V6 ツインターボエンジンは410馬力のパワーと 56.1 キロのトルクを発揮しますが、これだけのハイパワーを路面に伝えるにはやはり後輪駆動より 4WD の方が圧倒的に有利なのです。 Q4 は高度な 4WD システムを採用することによって優れた走破性を実現しています。天候や路面状況に左右されない実用性を求められるビジネスエクスプレスにぴったりの存在となるでしょう。3つ目のいいねはお買い得感です。 L セグメントサルーンは短期間での値落ちが大きいと言われていますが、実際それは正しいと思います。それはつまり認定中古車を選ぶ醍醐味をたっぷり味わえることを意味しています。こちらの2016年に登録したデマカーのクアトロポルテ SQ4 は走行わずか90キロ、ほとんど新車の状態を保ち、高額なオプションも装着して車両価格は950万円となっております。いわゆる素の状態の新車価格は1300万円を超えますから、そのお買い得感がお分かりいただけると思います。いかがでしたでしょうか。2020年12月まで走行距離無制限の保証もついておりますので、低コストで安心してお使いいただけます。ぜひショールームへご覧ください。お待ちしております。